ここまで3試合ゴール守ってきましたけれども、このワールドカップという本当に大きな最高の舞台、ここまで冷静に振り返っていかがですか？冷静に振り返ると、やっぱまだまだ自分自身このレベルでチームを勝たせるっていうことをするためにはもっともっとやっぱ成長しなきゃいけないなっていうのも感じてますし、それと同時に大会をやりながらこう少しずつやっぱ落ち着いてできるところも出てきているので、そういう課題感と、あと自分が成長できているなっていうどちらも感じています。チーム全体としての成長とかまとまりというのはやはり試合を追うごとに高まっていますか？もともと僕ら日本代表はチームとして戦うことがすごく得意なチームというか、そこはストロングでやってるチームで、今回26人ということで、国によってはやっぱりねまとまるのが難しいところもあるかもしれないですけど、やっぱ僕らは本当試合中にベンチの様子を見てもらっても分かる通り、本当に全員が試合出てる出てない関係なく戦ってるっていうところはよりやっぱ一体感というのは増していると思いますし、これがあと4試合ここから本当ノックアウトステージになった時に、よりそういうチームの強さっていうのを発揮されるかなと思ってます。試合が終わって、勝った時にですね、権田選手のもとに川島選手とシュミット選手が集まって、このゴールキーパーチームっていうのを一つまとまりがあるなっていうふうに感じるんですけれども、この3人の関係性というのは権田選手いかがですか？まとまりというか、やっぱりまずは全員がライバル関係であるっていうことが前提としてあって、やっぱりゴールキーパーっていうのは2人出ることは絶対ないので、所属クラブだったら3人4人、5人いるチームもありますけど、で代表だったら今回3人で、予選の時は、谷選手が4人だった時もありましたけど、やっぱその中で1人しか出れない、ただ、その1枠を、常に争っているライバルですし、とはいえやっぱ仲間でもありますし、やっぱそこの部分っていうのは今回、川島選手とシュミット選手3人でやっていて、本当に心地いいという言い方がいいか分からないですけど、本当に僕がプレーしやすい状況に試合の日は本当持ってってくれますし、やっぱそれまでは逆にいや少しでもお前が手抜いたら俺らが試合出るよっていうパフォーマンスを普段から2人は見せ続けているので、やっぱそういう意味で本当に刺激ももらえますし、自分の中ではもう最高の3人だなというふうに思っています。本当にこの3人じゃなければ結果が出ないというふうなことも大いにあったりするんですかね、こう刺激を受けて。でも本当予選の時に谷選手が来る時も多かったですけど、本当後世にしても本当に彼も若いですけど、本当にオリンピックで結果残している選手ですし、能力も本当に高い選手で、やっぱ彼も本当予選の時は力になってくれて、今回も、3人しか選べないので今回はいないですけど、でも僕はやっぱ本当後世含めて今回の予選は一緒に戦ってきた仲間だと思ってますし、それ以外にも、西川選手だったり東口選手だったり、やっぱ日本にはたくさんいいゴールキーパーがいて、アジアカップの頃はやっぱ東口選手がやっぱチームの一員として戦ってくれたし、やっぱそういう僕より、先輩も後輩もたくさんいますけど、やっぱ日本のゴールキーパーみんなの代表として戦ってるなっていう感覚はあります。そして、見事なグループリーグ1位通過という ところで、本当に反響もすごかったと思いますけれども、権田選手は今日本では防衛大臣とかって言われているんですけれども、なんか権田選手自身のところにどうですか、反応とか反響とかっていうのはすごかったですか？やっぱりどっちもありますね。当然この予選リーグは、天国と地獄をどっちも見た予選リーグだったので、これは僕サッカーやっててずっとそうですけど、今年1年エスパルスでシーズン過ごして、いい時よりも悪い時の方が多かったので、やっぱり直接なんでお前が代表なんだとか、もう辞退してくれとか、そういうメッセージもたくさん来ますし、ただ、プレーするのは僕自身で、当然いい時の、皆さんからありがとうとか、防衛大臣はちょっと多分できないですけどそういういろんな僕を称賛してくれる声っていうのも当然届いてはいますけど、ただやっぱいい時はいい、悪い時はダメっていうのは、サッカーチームもそうですし、本当人と人との関係としても、それはどうなのかなっていうことを思うこともたくさんあって、やっぱ僕らはこの予選本当になんかいろんな人間の本質を見たなっていうか、本当いい時は持ち上げるだけ持ち上げて、逆にダメになったら落とすところまで落としてっていうのは、これがやっぱ人間なんだなっていうのを本当になんかこの大会通して感じたので、なんかそういうところはいいのか悪いのか分かんないですけど、ただこれからノックアウトステージ始まりますけど、優勝以外は、あと3位決定戦で勝つ以外はもう負けて終わることになるので、
そうなった時っていうのはやっぱこれだけ今日本サッカー盛り上がってるのが一気に冷めてしまう可能性があるので、そこは本当に、うん、盛り上げて終わりたいなっていうふうにも思ってます。そのいい時も悪い時もあったっていうことだと思うんですけれども、悪い時も日本代表そのリードして折り返した時も、まあ、本当に変わらないメンタリティで戦い続けてたと思うんですね。そのメンタリティを保ち続ける秘訣とかっていうのは権田選手何かありますか？いやこれは特に日本代表チームとしてはやっぱ今ヨーロッパでプレーしている選手が多くて、この前ドイツ代表の監督の会見の記事をちょっと読んだんですけど、やっぱとんでもない質問されてるじゃないですか、で逆に日本の記者の方っていうのは直接は聞いてこないで、コスタリカ戦の失点のことについても川島選手にあのミスはどうなんですかって聞いたりとか、やっぱ直接的に聞いてこない方がやっぱ多いんですね。でやっぱり今日本代表は海外でプレーしてる選手が多くて、やっぱそういう直接的な批判をやっぱ普段から浴びてる選手がやっぱ多いので、やっぱそういう意味では本当に強くなってるなっていうのを感じますし、だからまあ、ね、まあ、日本人の、まあ、特にメディアの方っていうのは直接悪いところを指摘するのが苦手な方がやっぱ多いので、そこは今後日本サッカーが成長していく、やっぱ一人一人こう選手も人間なので、やっぱこういううまくいかないときにやっぱリバウンドメンタリティだったりとか気持ちを強くさせるっていう意味でも、やっぱそういうところももしかしたら、ね、陰で言うんじゃなくて直接言うとかっていうのは、まあ、今後日本サッカーが本当成長していくためには若い年代から少しそういう、うん、まあ、国の代表として戦うので批判を浴びるのは仕方ないことなので、やっぱそこも必要になってくるのかなっていうのは今回すごく感じます。だからみんな本当強いなと思います。はい、本当に、まあ、もちろんメディアも含めてそして日本全部で戦っていくってことが大事だと思うんですけれども、次のクロアチア戦、まあ、クロアチアチームの印象とか、まあ、もう分析とかをされていると思うんですけれども、権田選手どういうふうに見てますか？まず、まあ、クロアチアっていう、まあ、国は、ね、僕らと前の話も初出場が同じタイミングで、まあ、それは、ね、まあ、国の問題とかで、まあ、分裂したとかっていう話がありますけど、ただ同じ状況で、初出場フランス大会が多分彼らも初出場だったんで、やっぱその中で彼ら前回大会決勝まで進んでる、やっぱそこはやっぱ彼らのやっぱ国としての強さっていうのがまずはあるっていうのは間違いないですし、やっぱその中で今回も、まあ、前回大会から、ね、出続けてる選手と、あとは新しく若い選手でディフェンスの選手だったりとか入ってる選手っていうのがうまくバランスよく入ってるので、まあ、そういう意味では今回は力のある国でもやっぱベルギーだったりっていうところがやっぱクロアチアに屈してやっぱ落ちてるっていうことを考えても、やっぱ力のあるチームですし、やっぱそれ相手に僕らは、まあ、しっかり準備して臨まなきゃいけないなと思ってます。もう負けたら終わりの、まあ、運命の一戦になりますけれども、最後に、まあ、権田選手にとって、まあ、次のクロアチア戦、含めて、まあ、このワールドカップどんなワールドカップに、まあ、全部終わった時にしたいか、最後に意気込みをお願いします。もう今負けたら終わりっていうふうにおっしゃられましたけど、逆に勝ったら今まで日本の歴史上で、ね、この長い日本の歴史、まあ、サッカーの歴史も相当長いですけど、その中で成し遂げられなかったことが成し遂げられるチャンスがあるっていうのは、その場に立てるっていうのは本当に素晴らしいことですし、やっぱそこを僕らはやっぱ負けたら終わりっていうメンタリティじゃなくて、この前のスペイン戦もそうですけど、やっぱこれを勝って絶対次のステージに行くんだって、やっぱ新しい景色を見るんだっていうのは本当このチームの強さですし、やっぱ今いやこれ負けたら終わりだよねって思ってる選手は誰もいなくて、もう日本の歴史を変えるぞっていう本当ポジティブな気持ちを全員が持ってやっぱ今やってると思うので、やっぱそこを本当に、まあ、まずは見たいですし、まあ、そこからはね一個一個、まあその次は韓国かブラジルが相手、まあ、その後は昨日の試合だったオランダとかアルゼンチンというふうに、まあ一個一個また登っていかなきゃいけないですけど、まずは歴史上成し得なかった過去の、ね、偉大な先輩たちが成し得なかったことが成し遂げられる可能性があるっていうのを本当に楽しんで戦いたいなと思います。期待してます。ありがとうございました。ありがとうございます。テレビインタビュー以上になります。